漢中に攻め寄せた曹操を劉備は見事に撃退。この勝利により自ら漢中王を名乗った。慶州を守る関羽は劉備勝利の報を受け、義を討つべく進軍を開始、狙いを繁盛に定める。だがそれこそが曹操の狙いだった。関羽をあぶり出し討ち果たせば三国の均衡は崩れる。すべては関羽討伐を確実なものにするため。曹操は慶州奪還を悲願とする孫権に協力を要請するのだった。関羽の動きは間違いなく劉備の漢中侵攻に呼応したものだ。まさかとは思ったが、曹操殿が狙ってこの状況を作り出したとは。いやはや、これでは軍師の立つ瀬がないね。のんきなことを言っている時ではない。ここで関羽を撃たねば燕の死が無駄になる。おそらく残された時間は少ない。何としても関羽の首を孟徳に見せねばならん。ははあ、なるほど。話は大体読めた。それで危ない賭けに出たわけか。漢中からの応援を待とうかとも思ったが、悠長にしてもいられないようだ。劉備がこちらの意図に気づく前に全てを終わらせねばならん。補給が終わった者から順次慶州へ向かえ。承知いたした。すでに宗神殿らが先行なさったとのこと。拙者もすぐに追いかけ申す。待っていろ猛徳。関羽は俺が必ず討ち果たしてくれる。兵らの報告を集めたが、すでに慶州のほとんどが関羽に制されたよう。軍神関羽、なんという勢いか。かの者を巨匠へと向かわせるわけにはいかぬ。なんとしても繁盛で奴を食い止めねば。ええ、全くもって宗神殿のおっしゃる通りなのですが、この宮城で参っている彼らをどうまとめたものでしょうね。なぜ宝徳が先方なんだ。先行はそれなりにあるようだが、新参者ではないか。奴のいとこも元の主である馬長も今は劉備に仕えてるとか。我らを関羽に引き渡すつもりではないのか。なるほど、あり得る話だ。援助を預かっていた幸運は関羽と通じ、民の反乱を煽っていると聞く。おそらくは奴も。不平や猜疑を口にし陣中を乱すか。その行いが厳罰に値すると知っていよう。右近殿、しかしこたびの宝徳殿の抜擢には不安がある。これではとても軍神と戦うなど。血を慎め。残言で軍旗を乱すならばこの場で処罰する。なんと、お許しくだされ。待たれよ右近殿。諸将らの言はもっとも。それがしはまだ曹操殿に仕えて日が浅い。先方を任せるに心が置けぬのはどう。されど
曹操殿はそれがしに関羽討伐を託され、またこの戦は花公園殿が関羽討伐ひいては乱世平定のため命を懸けて用意されたものなれば、それがしもここを死地と思い定め戦う所存。報徳殿、すまない。貴殿の覚悟を知らず無礼を申し上げた。必ずや繁盛を守り抜き、この戦に勝とうぞ。感謝する。我らもろともに軍神関羽を討たん。さすがは右近殿と報徳殿だ。不平不満を逆手にとってくすぶっていた彼らの闘志に火をつけるとは。先ほど援軍を手配した。義水館から巨匠へ抜ける道はしばらく封鎖できよう。右近殿、かたじけない。これで後方は気にせず繁盛に集中できる。状況はお世辞にも良いとは言えないものです。ですが三国の均衡を破るには何としても関羽は討たねばなりません。それは乱世平定を掲げる殿の本懐にも通じます。うん、味方を助けつつ繁盛へ攻めくる関羽を倒す。いざ我ら慶州を守る鉄壁の盾とならん。まずは繁盛を奪回する。城を守る関羽の子関平を討つのだ。関羽は我らを防ぐべく前線にいる様子。厳しい戦況だが何としても勝たねば。私たちで守るぞ。褒美をもらって暴れられるとは最高だ。思いっきりやってやるぜ。道理も志もなく棒を振るうだけの俗名、厳正に処罰する。
前にひれ伏すがいい。さすが皆の規範たるお働きを。そうだ。ご活躍の反乱は鎮圧しましたが、こうしていた民は抵抗を続けています。このままではまた大きな乱になります。急ぎ民の不満を解消すべきかと。大それたことをしちまった。ああよかった。俺一人だけ抵抗をやめるわけにはいかない。
ありがとう。そっち。なんだ、バカにしやがって。ママちゃん、そうしてもう一度皆様を信じてみます。どうかよろしくお願いいたします。伝令、幸運に呼応した領民たちが降伏。これで反乱は完全に鎮圧できたな。繁盛での戦に集中できるな。たやすきことに。その勢い、誰にも止められますまい。ストップ。その腕を刺す。私が討ち取った。お見事。見せつけてくれま。
戦闘に備えるのだ。カウン殿が出るまでもない。義の進軍、俺が止めてやろう。出せろ。何の備えもないと思ったか。今だ、皆かかれ。不覚、カウン殿、カンペ殿、申し訳ない。我が前にひれ伏すがいい。お見事。実は敵の狙いはこの地と見た。者ども、守備を固めよう。やっ。お見事な腕前、それがしも習いましょうぞ。やっ。はっ。左右しうる。私たちで守るぞ。官兵殿のた、ひいては親分のためだ。幕城を奪い取ってやるぜ。幕城は繁盛奪還の刀、奪われるわけにはいかん。ここで防御体制を取るのだ。いざまずき、狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。白一つ落とせねえのかよ。親分の顔を見出したら負けてくるぜ。でしょう、私が討ち取った。我が前にひれ伏すがいい。素晴らしいご活躍ですね。心強い限りです。公領には兵器が廃止されている。味方を進軍させる前に無力化したいところだ。よし、先行して兵器を焼き払ってしまおう。まずは敵に気をつけつつ配置を確認しようか。伝令、幕城の防衛に成功したとのこと。
コートの部分を持ちこたえてくれ。職の人間を防げよう。この地は私が制した。木に攻め込むだけでも大事なのに、今こうに後ろから攻められたりしたら。まさか敵はそれを狙って。この戦、本当に勝ち目はあるのだろうか。そうか。何かあればお前も口添えしてくれるか。ここまで一人で乗り込んでくる胆力、お前の剣なら信じられそうだ。吉名に頼む。お前を信じついて行ってもいいのか。よし、確かに聞いたぞ。お前の言葉信じさせてもらおう。分かった。義に下る。くれぐれも取りなしを頼んだぞ。敵襲か。何、交渉に参っただと。俺に寝返れというのか。義は本当に受け入れてくれるのか。お前の一存ではあるまいな。他の者も受け入れてくれるのか。これよりそちらを手助けする。どうかよろしく頼む。皆の信頼を勝ち取るためにも精一杯働かせてもらおう。私も見習わなければ。
いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。強敵だな。だが拙者も軍神の子、ここは引けぬ。みんな気を抜くな。父上より託された繁盛を死守するんだ。よし、ここで防御体制を取るのだ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ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 。よし、ここで防御体制を取るのだ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。一人で来るなんてバカにしているのか。これで頭を冷やせ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。今度を守りきれなかった。だがこれで終わりではない。敵はあえて引いたようにも見える。気にはなる。ひとまず城は奪回できた。報告します。
報徳将軍、関羽の軍に捕らわれたとのこと。よくも報徳将軍を。将軍、今こそ我らが打って出る時です。報徳将軍をお救いし、連携して関羽を叩きましょう。関羽よ。無分足、高校を申し入れる。何を願わくは、我が機下すべての命の保証を望む。承知した。我が兄龍玄徳の名に近い、約束しよう。将軍、なぜです？おじけづかれたのですか？軍において上官の命令は絶対だ。方便は認める。あなたという方は。各隊をまとめ整列せよ。下るにせよ、軍旗は乱すな。やられたな。どうしよう。まさかあの雨金将軍まで降伏しちまうなんてな。どうなるんだろうな、俺ら。このままじゃ飢えて死ぬか、病にかかって死ぬか。はあ、いっそ溺れ死ぬ方が楽かもな。もはや軍の体を成しておらぬか。あたら兵を損ねることはない。ここは自分の首一つで。おっと、お待ちを。宗神殿、それは早計というものですよ。万長殿、秘策が終わりか？ええ、一つとっておきの手があります。それは？諦めないことですよ。必ず援軍は来ると信じ、戦い続けることです。どうです？秘策ではありませんが、無理難題でもないでしょう。そんなことも自分は見失いかけていたか。さあ、手中に勝つ、求めてみましょう。うん。みんな、気力を奮い立たせよ。我ら神旗を束ね、この逆境に打ち勝たん。上皇明、援軍を率いて参上つかまつった。宗神殿、ご無事でおられるか？おお、上皇殿。ああ、よかった、待っていたよ上皇殿。君が援軍とは頼もしい限りだ。宗神殿も万長殿もご無事で何より。よくぞここまで持ちこたえられた。炎上に援軍を待機させており申す。こちらの動きと連動すれば形勢も覆せよう。はあ、ありがたい。しかしこの繁盛は完全に包囲されていたはず。貴公はいかにしてこの城内まで参られた？確かに敵の布陣は完璧でござった。しかし一点だけほころびがあり申した。そこをつきまかり越した次第にござる。ほころび、それはもしや。ええ、宗神殿のお考えの通りでしょう。
おそらくそれは宝徳殿が切り開いてくださった活路かと。ならばそれを無駄にするわけにはいきません。私たちも死力を尽くし炎上の友軍と合流しましょう。